ライフサイエンス統合データベースセンターというところから来ました中澤です。さっきのウィノワの方はですね、NBDC という JST の下の組織なんですけれども、僕らは大学共同利用機関法人情報システム研究機構ライフサイエンス統合データベースセンターって、まあ略して DBCABS っていうところになります。いつもこの説明をするときにですね、JST の方はなんちゃらホールディングスみたいな感じで全体の統括をしていて、で僕らは銀行でいろんな業務をやってますみたいな説明をしているんですけども、まあなんか来たなと思ってます。似たようなことをやってると思ってます。で今日はですね、私は Zeta CDNS と NGS と関連するデータベースツールっていう話をします。で、この話をですね、専門的にするとなると、なんか R っていう統計のなんかこう後ろにバックにいろいろ呪文が書いてあるんですけども、こういうのにバイオコンダクターっていうパッケージっていうのを入れて、まあなんか運用をやるとか、あとはなんか防体とかサムツールっていう、まあこれも後ろに呪文が書いてあるんですけど、呪文とその結果ですね、まあなんかこういうコマンドを打ってっていうことの説明になっちゃうんですけども、ここまでやるとなると皆さんのパソコンにいろんなソフトを入れてもらって下準備をして、かなりの覚悟を持って臨まないとできないので、今日はウェブブラウザでなるべくできるような話を最初の方からしますので、のんびりというか、まず聞いていただけたらと思います。で、今日の講習会は、この MODDBUCSJP の、全体として48回になるんですけども、まあ、このページから、私のところの開いていただくと内容が全部書いてあります。ちょっと見ておきたいかな。これですね。これに従って手をやっていきますので、これを見ながら聞いていただけたらと思います。で、いつも話が長い、時間かかるのに、イントロが長いって怒られるんですけど、さっきもあったんですけど注意がありまして、今日は48名か9名ぐらい登録があるそうです。でこれでみんなで、まあ、さっきみたいにこうアクセスすると攻撃アタックと見なされて、何が起きるかっていうと、なんか攻撃して新州から攻撃してきたって言って、新州大学全体がこうアクセス禁止とかになったりするので、こう周りの人をチラチラって見ながらですね、ちょっとタイミングを外しながらとか、こう今日はこういうことやるんだなと思って、ちょっとずらしながらやっていただけたらと思います。で、あと今日いろいろバーッと喋るんですけど、今日も録画してるのかな、いろんなツールが出てきますけど、だいたい東合テレビっていうところに番組があって、さっきちょっと流したと思うんですけど、ああいう感じで使い方が載ってますので、それもまあ随時参考にというか、まあ復習がてら使っていただけたらと思います。で、YouTube、これはあるか。今日はあんまりこっち見ないんですけど、たまに YouTube にも同じ番組が上がっているので、統合テレビばっかり行くとやっぱりその重くなっちゃいますから、YouTube も参考にというか見ていただければと思います。で自己紹介一応するんですけど、中里っていいます。でツイッターやってまして、このカエルのアイコンのチョークレスっていうアカウントでやってます。で直接聞くのがちょっとはばかられるとか、あとは今日はまあ私がここにいるわけですけど、明日以降ちょっと分かんなくなっちゃったなっていう時とか、まあ、ツイッターでこれを探すか、もしくは、まあ、うちの所属からメールアドレスを探し出して、メールででも適宜聞いていただけたらと思います。はい、ちなみにどういう経歴かというと、10年ちょっと前かな、東工大の生命理工というところにいて、イオントランスポーターとかやってまして、その後 IT 企業に就職して、バイオインフォバブルに乗って、ツールを作ってたんですけども、バブルが弾けて部署がお取り潰しになったので、今のところに移って、かれこれ7年ちょっとこれ気づいてですね、かれこれ7年ぐらいこういうことやってます。
で、まあ、あの学生時代の話をちょっと昔し話なんですけど、こんな実験生物を使ってました。今流行り の、 あの絶滅危惧種のウナギなんですけれども、ウナギってサケとかマスと同じで淡水とか清流を吹いている魚でして、ただサケとかマスと逆で、サケとかマスは川に登って卵を産むんですけど、ウナギは逆で海に下ってフィリピンの沖で卵を産んで大人になると、川に登ってくると。で、まあ、当然川と海では周りのイオンの環境が全然違うので、そのイオントランスポーター中心に淡水化学でどういう遺伝子が発現が変わるかみたいなことを、まあ、学生時代やってまして、で、いろんな経緯があって硫酸イオンの話をやってたんですけど、なんか膵臓とか腸にたくさん出てる遺伝子っていうのを見つけて、でこれ淡水から海水に移した時に、もうちょっと忘れちゃってますけど、淡水の時はないのに海水に移して1日目でロッと増えるんで、まあ、なんかこういうのをやってて、本当は硫酸を通すんだと思ってたんですけど、実は重炭酸イオンで HCO3- っていうのをようやく通すらしくて、で一応これ私卒業する1ヶ月ぐらい前に仮説だけ投げて後輩に丸投げして非常に申し訳ないことをしたんですけど、カルシウムとかマグネシウムとこの重炭酸イオンをくっついて沈殿させて、そうするとイオン濃度が少ないから水を吸収できるんじゃないかっていうような話をやってました。でまあ、何が言いたいかというと、今日データベースの話をするんですけど、まあ、私も昔実験してた人なので、 あんまり気にせずにちょっと勉強したらできると思ってやっていただけたらと思います。で本題で、はい、受在性検査の話です。で、さっきも言ったようにコマンドラインで、まあ、呪文をいろいろ書くような話は今日は演習はやらないです。ちょっとスナップショットでお見せできればいいなと思うんですけど、でもし見たい方はここに参考でユーザーと書いてあるので、この辺を参考にしてやっていただきたいと思います。でこの、門田さんとかこの二階堂さんあたりぐらいまではそのどういう呪文を書けばいいかっていう話で、でこっちのアバディス NGS とか CLC ワークベンチとかは、商用ソフトの話ですね。だからあんまり呪文はこう思い浮かべずにできるようなソフトもあったりします。で、こっちの門田さんのとか二階堂さんは結構なんとかな分散してというか、あるところはこっちに載ってて、あるところは載ってなくてってあるんですけども、今度その NBDC とあと門田さんと、まあ、一緒に、バイオインフォマティクス の、 その速習コースっていう、本当に私が最初に言った非常に覚悟を持った人間がやってきてこうコマンドを打ち込むっていうのがあるので、これもなんか資料が公開されるようなので、こっちをまあ参考にすると大体一連の流れみたいなのをつかまえるかなと思います。ただこれ9月なので、しばらく後に資料公開されると思います。で、だんだん本題になってましたけど、次世代シーケンサーってまあ言いますが、まあ、他に、次世代シーケンサーって伸ばしたりサーって止まってたり、まあ、これ次世規格で止まってたりするんですけど、あとまあ英語だとニュージェネレーションとかネクストジェネレーションで、まあ略して NGS って言ったりします。ただそのニュージェネレーションとか、まあ、次世代ってあんまり言ってるとだんだんそれが古くなって旧世代になってて、なんで古いのに次世代なんだろうみたいな話になってくるので、最近はハイスループと DNA シーケンシングでも、一応ネクストジェネレーションとも呼ばれてて NGS ってこう略しますよみたいな感じで、論文ではよく書かれたりしますね。でまあ、何が新しいのかなんですけど、私が学生の頃、まあ、私もクローニングだったので、そのシーケンス盛んにやってたんですけど、ポリアクリルアミドビル電気エイドとあと蛍光のダイレオシヌクレオチドになってました。何かというと、
75センチぐらいのガラス板にこう、まあ、要するに原型度ですよね、大出落ちに混ぜたのをこう GATC でアプライして原型度するとちょっと見にくいですけどこれ4つで1アンペアになってて、で G の連 A の連 D の連 C の連みたいになってて、でこれをまあ機械がその下からずっと ACGT、TTCC みたいな感じで読んでいくっていうのが、十何年前のやつですね。で、その後あのゲノムプロジェクトとかでヒトとかマウスとか読まれるわけですけれども、それはキャピラリ型っていうので、まあ、こんな感じのデータが出るわけですけど、まあ、なんか細いガラス管にやっぱりこう DNA の液をチューって吸ってて、でそれにレーザーを当てて、でそれの傾向を見て、まあ、こういうピークの、まあ、なんかピークが得られて、でこれのどのエンジンが光ったかっていうのをこうディテクトして、で、まあ、ACGT の並びに変換をするっていうのが、まあ、その後のやつです。で次世代なんですけどこれはですね、原理はまあイルミナとかで YouTube に動画があるので、非常に興味がある人はこっちを見ていただければいいんですけど、簡単に言うとですね、ガラス板にその DNA の短い断片を奪ってるんですね。でそこでこう塩基を伸ばしていくんですけど、その時、まあ、それを顕微鏡でこう観察するわけです。で観察しながら写真を撮っていくんですけど、これタイムラプス撮影っていう出るかな、まあ、電車が来ますけど、ちょっとこう来ましたね、こうカクカク動いてますよね。でこれなんでカクカク動くかというと、例えば10秒ごとに写真を撮るわけですね、パシャッパシャッ。だからこうちょっとカクカクして見えるわけですけど、さっきのこれも同じで塩基が伸びながら光るわけですよ。でそのタイミングに合わせてシャッと切るっていうことやってるんです。なので、例えば、この読む塩基が例えば100塩基だったら100回シャッと切った分のこういう画像が、これ非常にごく一部なんですけど、あの写真が撮られて、まあ、100枚の100枚の写真があると。ただこれ光る点がまあ1個 の, その植わってる塩基なんですけど、これが100万とかのオーダーあるんですね。だから前はその長いのを少ないサンプル読んでたんですけど、今は割と短めのやつをたくさん並列に読むっていうような原理になってます。なので、マッシブリパラレルとか、まあ、超並列っていうような呼ばれ方をしています。で機械としてはハイセックとかいう、これはイルミナ社が出しているハイセックで、これは割とあのむちゃくちゃたくさんデータを出すやつですね。で、もうちょっと簡便なやつだとやっぱりイルミナでマイセックっていうのがありまして、ちなみに信州大学には私の調べによると、イオントレントっていうのが入ってます。イオントレントはちょっと見させると、こういうやつですね、こんな機械が入ってます。あとパックバイオって、これまたちょっと別の機械がありまして、これは原理がちょっと違うんですけど、ここに、まあ、機械の絵があるわけです。普通 の, あの DNA シーケンサーっていうのは この机に乗るぐらいです、ね、このぐらいなんですけど、このパックバイオは、ちょっと後で説明しますけど原理がちょっと違っていて、でここにここ映ってますけど、あの日焼けマシンかってぐらいでっかいやつでして、間違えちゃった、ちょっと先走って言うと、ハイセックは100ベースぐらいのやつをたくさんたくさんたくさん読むっていうタイプで、データ量があのかなり多く出るタイプですね。で、割と普及型のマイセックとかイオントレントは、ハイセックよりはちょっと長めなんですけど、ハイセックは100ベースぐらいかな。
で、マイセクだと300ベースぐらいで、ハイセクとはデータが出ないタイプで、ちょっと機械も小さいと。で、このパックバイオは、8000とかな、長さがかなり長く出るんだけど、ちょっとエラーの率が多いので、例えば、こっちの300ベースとかで読んでもつながんないときとかにこうパックバイオを使ってこのマイセクと組み合わせてやるっていう方もまあお金があって機会がある方はまあやってらっしゃいますね。で、ちなみにこういうハイセクマイセクのイラストなんですけども、僕らのところでこういうイラスト集も作ってまして、でこの中に実在シーケンサーっていうのがあって、あんまりなんだろうな、当時は割と勝手にやってたところがあるので実在シーケンサー12345とかだったんですけど、こんなの作ったんですけど どうでしょうって会社の方に言ったらどんどん作ってくださいってイルミナの方はお許しが出たんで、イルミナのところはちゃんと機械の名前が書いてあったりします。でこれもさっきちょっと出た CC バイなので、じゃんじゃんこういうのは使っていただいて構いませんので、統合ピクチャーギャラリーとかで引くと、こういうイラストがいろいろ出たりしまして、で、ここから使いましたよって後で写真のところにでも書いていただけると、非常に幸いでございます。ちょっと脱線しましたけれども、でどのくらいデータが出るのかっていうのを、さっきのジェルギターとキャピラリと次世代で、比較をしますと、私が盛んにやってたのは大体、750ぐらい読めるやつ で、全部で48例あるんですけど GATC で4つ掴んで割る4して大体、9キロぐらい出ました。で、ゲノムプロジェクトでやったのはキャピラリで、ゲルギタよりはちょっと短いんですけど96レーンを置いて、これはどれくらいかというと48キロで、5倍ぐらいですか。で次世代ちょっと数字が古いんですけど、今100とか300とかいったりしますね。でこれがさっきは96だったのが、30億かな、30億同時に読めまして、これどんぐらいかというと言ってると10.8 ギガで、これ上キロベースなんで単位合わせると1080万かなっていう、もうむちゃくちゃたくさんデータが出るっていうのはこれで分かるかと思います。で、最初に原理説明した時に100枚ぐらい写真を撮りますよって言ったんですけど、画像はさすがにむちゃくちゃさらにデータが大きくなっちゃうので、光をちゃんと GATC に直して、で、延期配列にして、アーカイブしてやるという状況です。最初は画像もその保存しましょうかって話になったんですけど、容量を食うっていうのと、性能が良くなった、顕微鏡で例えば端っこの方の画像がちょっと荒れちゃって、そういうのをこう後のアルゴリズムでなんとかレスキューできないかみたいな話もあったんですけど、その性能が良くなってだいぶその綺麗な画像が得られるようになったので、あんまりそういう、そこまで画像に戻る必要がなくなったっていうので、延期配列で今はアーカイブしているところです。でこの NGS ですね、いろいろ利用範囲が多くて、簡単に言うとその PCR とか、やるわけですけど、 PCR もいろんな目的で使いますよね。それと同じ感じでその配列を読むっていうのもいろんな用途に使えるようになっております。で、例えばそのゲノムのリシーケンス、これは、スニップ求めたりするのでハイセクとかよく使われるわけですけど、それ、90から150ギガぐらいは使わないといけないですよ。でも例えば発言だけだと RNSF とかで5ギガぐらいでそのイントロのところはあまり見なくていいからって言って、データではちょっと少なくていいですよとか、あとはその微生物のゲノムを決めたいとか、転写因子のところ
みたいとか、まあ、いろんな用途に使えるわけです。で、それに応じて、まあ、必要との演出も違って、そのどのくらい読めばいいかですね、も違って、で、まあ、大体近いもちょっとそれに従って、違ってくるというか、まあ、適切に選べばいいですねっていうようなことですね。で、まあ、さっきの図になるわけですけど、例えば、ゲノムを決めなくていろいろそのリピートが多くて、どうしても埋まんないっていう時にはこういうパックバイオみたいな長いのを使うとか、あとその発現だけ見ればいいんだったら、そのあまり高い力あってもその、ね、読めばいいデータのこう40倍もデータ出されても無駄なので、そういう時はこう回していくみたいなのをまあ使えばいいですねとかで、たくさん読まなきゃいけない時はハイステックを使うとかいう感じで、分かれているような感じでございます。で、データベースの話をちょっとしますけれども、こうやって、まあ、みんなが NGS かけていろんなその結果が出るわけですけれども、それは今ですね SRA シーケンスリードアーカイブっていうサイトがありまして、ここで集められております。これどういうことかっていうと、例えば、昔だったら何かのゲノムを決めましたってなると、まあ、それに応じて論文も書くわけですけど、そのせっかく決めたゲノムのデータなんだからみんなに使ってもらわないとしょうがないわけですね。で、雑誌社としてもその何か塩基配列をその論文に出すときはこういう公共データベースに登録をしなさいっていうのが投稿規定になってまして、で最近はこの NGS で解析しましただけじゃなくて、その実際に例えばレビューアーが確認したりとか、それを使って、他の人も研究を進められるようにこういうデータベースに登録をしなさいっていうことがやっぱり雑誌の投稿規定に載っています。で、誰が集めてるかなんですけども、アメリカの NCBI、NIH の下の NLM ナショナルラブラルメディシンっていう、まあ、都市部門があって、その下に NCBI っていうそのいろんなデータベースを、提供というか、運営している組織があるわけですけど、そこがまず1個と、あとヨーロッパで EBI っていうところで、まあ、これもやっぱり、同じところですね。で、日本だと三島に、国立遺伝学研究所って僕らの兄貴分 の研究所があるんですけど、その中に DDBJ っていうところがあって、そこが集めてます。で、この3つは国際的にそのコラボレーションしてまして、年に1回話し合いをして、まあ、どういう仕様にしましょうかとか、あとその NCBI に入っているデータも DDBJ からダウンロードできるとか、まあ、そういうコラボレーションを、しています。で、最近その個人ゲノムの話が出てきて、それはまたちょっと別口なんですけども、まあ、割と一般的に公開できるものは、まあ、ここで、コラボして公開できるようにこれはまあちょっと余談で、アメリカで何か予算がなくなってデータベースやめますって話があったんですけど、一応予算の手当てがついて大丈夫なんですが、データベースのたまに予算がなくなってですね、僕らが毎日使うようなデータベースの予算がないって言って切られかねないので、僕らなんかちょっと温かく見守っていただけたらと。で、じゃあ実際にどういうデータが入っているのかっていうのを、ここで、まあ、私がちょっと実演してみたいと思います。で、よろしかったら皆さんもやっていただけたらと思うんですけど、で、さっきこの NCBI とヨーロッパの EBI と日本の DDBJ でやってますよって言ったんですけれども、検索のところはですね、日本の DDBJ が非常によく作り込まれております。逆に NCBI に行っちゃうと全く何が出てくるんだか分かんないみたいな感じで、感じなので、ぜひ DDBJ の方を使ってもらえたらと思うんですけど、このトレース DDBJ に UACJP のリアルサーチっていうところに行きますと、こんな感じのページが出てきます。
で、まあ、ここに何かいろいろ入れて、試してみましょうってことなんですけど、一応これに従って言うとバリエーションって入れましょうって書いてあるので、バリエーションとかでやるとこんな感じで、こんな感じで結果が、ちょっと画面が落ちて申し訳ないですけど、ですね、ちなみに今26万件ぐらいデータが入ってます。で、バリエーションに関係しているのが、1900件ぐらい。今、まあ、ここにリストされてます。で、これは全然フィルターされてない感じでして、で、ここにこう、なんかフィルターできますよっていうのが書いてあるんですけど、これはとりあえずバリエーションで出てきたいろんなデータを並べているので、何も考えずにここ、スタディ、ドキュメントタイプスタディってあるので、ここを押していただきますと、まあ、何やらスタディっていうので絞り込まれて今だいたい1000件くらいみたいな感じですね。で、まあ、さらにここに生物種が書いてあって同じようにホモサピエンスっていうところをクリックすると、人のデータでバリエーションっていうのに関係がありそうなので、だいたい100件くらいっていうのが出てきまして、で、例えばこのアクセッションというところをクリックしますと、ちょっと、これ別の例ですけど、こんな感じの画面が出ましてですね。まあ、どんなデータですよという説明書きがここにあって、でこう右の方に何やら ID が書いてあって、で右のところから実際のデータが、ダウンロードできるような格好に、で自分のマシンで多分落としてきて、実際の、まあ、いろんな呪文をかけて解析をしていくという格好になります。で、今何も考えずにスタディっていうのをして絞り込んでくださいっていう話をしたんですけど、それがこの図で、これ実はちょっと古くなっちゃったんですけど、まあ、コンセプトは変わらないので、これでちょっと説明します。さっきずらずらって1000件くらい出たのは、こういう例えばスタディの情報とか実験とかサンプルとかいうのが一段目ずらーっと出たんですね。で、実はこれいろんな構造を持ってまして、このスタディっていうのはプロジェクト の情報になる。例えばですけど、日本人1000人読むぞみたいなプロジェクトがあったら、それでまあこういくんですね。1個プロジェクトが立つと。で、エクスペリメントっていうのは実際にまあやった実験で、1000人日本人読むぞだったら1000個実験が1個のプロジェクトにぶら下がるっていうふうに思ってください。で、1000人読むってことは1000人分のサンプルがあるので、そのサンプル情報は上のサンプルっていうところに、記録がされています。で、実際のデータはこの LAN っていうところに紐付かれてデータが置かれているという格好になるので、例えば、こういうデータベースを検索するときっていうのは、その個々の実験にフォーカスするというよりは、なんかプロジェクトに関して、フォーカスすることが多いので、大体まあこのスタートなので、絞り込むといいですねっていうことをまあ説明しています。で、実際に落としてくると、ファスト級形式っていう
呈してデータが起きてくるんです。で、これまあいろんなシーケンサーがあるんですけども、大体このファスト Q に揃えてデータをまあ管理していて、でいろんな解析をまあ将来やるときにもこのファスト Q を最初に壊すということが、壊すという入力としてこのファスト Q 形式を使うということが、まあ一般的になっています。で、まあ、中身はこういう4行ワンセットのデータなんですけれども、まず1行目にタイトルが最初にアットマークってつけて、まあ、なんかいろいろタイトルをつけると、まあ、ちょっとこれ割と形式的なタイトルになってますけども、例えばその上から1234でもいいですし、なんか日付ドット1とか日付ドット2とか、まあ、自分の好きにタイトルは書けたと。で2行目が実際の塩基配列で、この場合だったら GCACADT というふうに、まあ、G と A と T と C とたまに N が出てくるみたいな感じになっています。で3行目はなんかよくわかんないんですけど、とりあえずプラスってつけといて、後ろにこう なんか書いたり書かなかったりするようで、ここはあんまり使わないってことですね。で、4行目が非常に暗号めいてるんですけども、これシーケンスのクオリティですを、本当はある 数字でもってクオリティを表現してるんですけど、ある数字だと例えば2桁とか3桁とか使うので、それだとデータ量が増えますから、それをこう英語とか記号に置き換えて、でまあこう記述をしていると。なのでこの2行目の配列とこの4行目のクオリティは長さが、行の長さが例えば40文字だ、2行目が40円記号だったら4行目も40文字分こうあって、で各々のそのクオリティがこう対応できているっていうのが格好になっています。でこの先その例えばクオリティが悪いところは、切って解析に使うとか、全体的にそのこのクオリティのチェックをして、実験自体がうまくいってるかどうかっていうのは、指標をまあここで見ているということになっています。で、さっきからデータを送るっていうんですけど、例えば僕らの その知り合いでデータの解析をする人がこうダウンロードして解析しようかなと思ったらディスク容量が足りなくて、この前にテラのディスクを買ったのにまた食い潰しちゃったみたいな、なんか贅沢者が言うんですけど、使わない回は消せっていつもなってるんですが、でそれを集めてるその DDBA とかもっと大変でして、うかつにというか、せっかくこう登録してもらったデータなんて消せないんですよね。であんまりそのお金がないとディスクもその増やせないので、じゃあどうするかっていうと、そのデータを圧縮するしかないということで、ファストファイルだと、ファストQだと4行ワンセットで、まあさっき言ったように これが400万分ずらっとあったので、400万かける4ぐらいこれは続くので、これをまあ圧縮しない手はないなってアメリカの方が特に思ったらしくて、圧縮したのがこの SRA 形式になってまして、で最近はこっちの方で配ることも、多々あるような状況になって、でそうするとファストキューは自分で目で見て分かるんですけど、そのでツールの方もファストキューをこう最初に入力として使うわけですけど、そのソフトの方でこの SRA に全然対応してないので、これ一回ファストキューに戻さなきゃいけないんですね。でこれを、やるのが、その SRA ツールキットっていうのがありまして、でこれでまあいろんな呪文をかけてファストキューに戻して使うようになってるんですけれども、たまにその NCBA の方で作り方ミスってて、処理したのに全然エラーが入って返ってこないってことが、いくらかありまして、そういう時は NCBA とか、まあ、定時間の DDBJ とかに、じゃあクレームを入れると、まあ、いずれ直ると思います。で今 DDBJ の検索サイトの説明をしたんですけれども、
他のところはちょっと使いにくいとか、いろんなデータが見つけにくいっていうところがやっぱりありまして、で僕らその DBCLS ではいろんな、サービスとかデータを使いやすくしようっていうのがミッションですので、この NGS に関しても、ちょっと今だから別サイトになってて、将来 DDBJ と統合を今模索しているところなんですけど、僕らのところでも検索サイトを持ってます。でそれがまあ DBCLSSRA っていうところです。でこれがこの DBCLSSRA っていうところで、定期をしてまして、こんな感じになっているわけですけれども、ちょっと文字小さいんですけど、さっき言ったように NGS っていうのはいろんな目的に使うので、例えばゲノムを、読みたい、ゲノムのデータが欲しいとか、ゲノムを読みたいっていう人はスニップとかまだ全然興味ないわけですね。で逆にその微生物の人は発現解析とかそのスニップ解析はあんまり興味ないとかいうことがあるので、結構この、実験の目的で絞り込みたいというシチュエーションが割とあります。なので、ホールゲノムとか、メタゲノムとかエピゲノムとかいうので、絞り込めるようなものですとか、あとはそのいろんな機械でデータの出し方がちょっと違うんですね。そのさっき言ったようにパック場合はすっごい長いのが出てくるし、普通に使うマイセクトだと300ベースぐらいが出てくるので、処理がちょっと違ってくるっていうところがあります。なので、パック場合だけに絞りたいとかいうこともあるので、ここにまあそういう機械で、絞るというのとか、あとはその生物に絞るとか、疾患からこれちょっと今データ古いんですけど、疾患から、関連するデータを探すっていうことも、できるようになってまして、でちなみに統計情報として、2010年の10月ぐらいかなからずっとこういうグラフを出してまして、一応これが一番上のちょっと太めなのがトータルですね。トータルで、次に多いのがホールゲノムで、次がトランスクリプトンかなっていう感じで、こうデータが、伸びているのが分かるかと思います。で今2014年の7月ですけど、だいたい4万に迫ろうかというようなデータが入ってまして、でこれのデータの伸びがですね、1年間でだいたい倍ぐらいになっているので、今4万だから、去年の今ぐらいはだいたい2万で、その1年前が1万で、その前が5000というふうに思っていただければと思います。で、こういうのをもうちょっと見たいときはですね、この上2つはまあ割とデータが伸びてるからいいんですけど、下段で全然わかんないなっていう時は、このトータルとかクリックするとデータがニュッと拡大、自動的に拡大するような仕組みになってまして、こう当てると当時何件だったかっていうのが出るような仕組みになってます。でこっちが機械の方で、ちなみに今一番よく使われているのがイルミナハイセック2000っていうやつで、その次はイルミナのゲノムアナライザーっていうのかな、でその次が454みたいなで、マイセックがすごい勢いで最近伸びてるなみたいなのが、こうグラフを見ると分かるような仕組みになってます。でこの下にまあいろんな機械とかがあって、で
例えばハイセップのみたいなっていう時はここをクリックするとこんな感じで、ハイセップで大体全体の3割ぐらいありますよとかいう感じになってたりしますでここをこの、まあ、さっきの GDBG も非常に良くてで将来的にも統合していくんですけど今これを使うメリットっていうのが、いくつかありましてちょっと飛ばしますけどこれデータを落としてきてどういう流れでこの先解析するかっていう図なんですけど、まず最初にクオリティチェックってやってそのデータが使えるかっていうのを見るんですね。で、このDBCLS SRA のデータを見るともうあらかじめクオリティチェックのデータをですね作ったってある程度見られるようになってます。で、スクロールしてこれ端から1、2、3、4って、まあ、ちょっとまあグループ化されてますけどこっちに行くと、まあ、4段待ったんですね。でだんだんそのへたれてくるのでこうクオリティが下がってくるわけですね。で、まあ、大体グリーンのところをまあ使うとしてちょっと今下が見えないんだと思いますね。例えばここは30インチだったら30インチぐらいで切ればいいなとかいうことがこのクオリティチェックの図を見て、まあ、分かったという仕組みになってこの次世代のデータって1個のデータがですね、100ギガとかあったりするんですよ。なのでこう目いっぱいそのネットワークに負荷かけてですねせっかく落としたのに全然使えないデータだったっていうとすごい悲しいのでこういうのであらかじめ見て、まあ、ダウンロードできるようなことを、まあ、一生懸命僕らのところでやっているとか。でそういうクオリティという点では文献になっているデータを見られるような仕様でもやってましてちょっと大丈夫だ信じが小さいなこれNGS 使って出した文献のリストっていうのがあってずっといくとホットパブリケーションズっていう欄があってこの右のところに実際のリストへの、リンクがちょっと切れちゃったなあるんですけどちなみにここで何で消えてるかっていうとこれ非常にホットだったスタップサイトの論文がここに載ってたんですけど論文がリトラクトになったんで、線引きしてます。で本当は論文のそのリトラクトと撤回とこのデータの撤回は別口で別に論文が撤回されたからデータが消えることはないんですけど昨日見たらデータも消えていたのでなんかこれを使って実習しようかなと思ったのにちょっと残念だなと思うんですけどで、実際のその文献の話はですね、こういう感じで例えば DMC ゲノミクスっていうところにこういうデータがこういうタイトルで論文が出ていてでここをクリックするとパブメドに飛べましてこれの右の方にこういうデータでデータベースに登録されていてでここから落とせますよっていうようなリストがあるので、まあ、論文が出てるぐらい使えるデータだろうということでこの論文のデータから実際のデータを探すということができるようにしてます。でちなみに、例えばゲノムだけとかあとそのハイセックのやつとかで検索して絞り込むということも、いろいろやろうとしているところです。
で、ちょっと今言いかけた、解析の様子なんですけども、大体フローがですね、こんな感じになってまして、まあ、自分で読むにしても、ダウンロードするにしても、まずクオリティチェックをして、でその後、大概の、その例えば発言量と解析とかスニップとか、まあ、皆さん医学部の方だから大体人のデータだと思うんですけど、一つ直すとか、そういうあの割とよく研究されているあの生物を使うと思うんですけど、そういう時はここにその人とか直すとかも、まあ、ゲノムだったりトランスクリプトのデータがもう使えるものがあるので、そういうものに対して100塩基なり300塩基なりのこう貼っつけていく、マッピングって言うんですけど、っていう作業が大体まあ主にあります。で、まあ、ゲノムを読みたいっていう時も大体まあ禁煙種が決まってたら、こういう禁煙種のゲノムに貼っつけてつなげていったりとか、あとはそのデノボデっていう時はそのこの断片から端っこが似てるもの同士をつなげていってこう一本にしていくみたいな、いう流れですね。まあ、大体その大半はピンでできるような、感じになりますね。一応あの皆様の要望を見ましたら応用も教えてくださいという方も多少いたので、ちょっと呪文も書いてますけれども、例えばクオリティコン、クオリティのファスト QC っていうソフトがありまして、まあ、こういうとこ落とせるんですけど、ファスト QC しなさいでこいつのに対してでここに吐きなさいよっていうのを、例えばですね、こういう画面で、まあ、なんかいろいろ打ち込んでいって、まあ、やるわけですね。で、まあ、クオリティに関しては DBC レジスタルウェイである程度検査、チェックしているので、そこにあると、まあ、割とラッキーで、なかった場合はちょっと追いついてないのでごめんなさいで、ファスト QC 自分でやってもらうみたいな流れになります。で、でその後、まあ、マッピングとかするわけですけれども、クオリティチェックして、そうすると例えば末端がへたれてるとかいうときは、ある程度その末端を切るっていうのは、まあ、操作が、まあ、前に入るわけですけども、その後マッピングを、まあ、やりました。でこれに関してはトップハットとか防体とか BWA っていうようなソフトを、まあ、使って、まあ、呪文としてはこんな感じですね。何が何だかだと思うんですけど、さっきやったらあんまり時間かかんなかったので、もう一回やってみますけど、こうやって防体しなさいよで、この SRR なんちゃらファスト Q を、マッピングしたいと。でこれに対して、今人のデータを言うと時間かかるのでドロスフィラのでやってますけど、ドロスフィラの CDNA に対してこいつをマッピングして、ちょっと書き出ますけど、ここのファイルにサムファイルっていうのに出しなさいよっていうのを呪文を打ってピッてやると、しばらくすると、結果が返ってくると。で、コンピューターは非常に寡黙なので何も言わないんですけど、結構重い処理をしているので、ちょっと待つと、まあ、しばらくすると、まあ、データが返ってくるという感じになっています。ちなみにこのなんか今切り替えて使ってるこれはですね、バイオリナックスっていうのをこの、ま、今私これ Mac の、 あのノートに入れてやってるんですけれども、今紹介した、まあ、ただ BWA とかサムツールとかファスト QC っていうのは、普通のその Mac に入れて動かすこともできます。できるんだけど、インストールが難しいとか、なんかどこにどう入るのかよく分かんないっていう時が
まあ、多々ありまして、で、私その9月に NBDC と門田さんで一緒にやる講習会でもしゃべるんですけど、そこではこのバイオリナックスっていうのを入れてやりましょうっていうことをというふうに今決まりましたというか、でこれはWindows でもエミュレーターっていうソフトを、まあ、ただのあるんですけど入れて、でその上でこのバイオリナックスっていうのを動かすみたいで、Mac でも同じようにそのエミュレーターっていうのを入れてバイオリナックスをその上で動かすことができた。でこのバイオリナックスは最近のその NGS 解析のソフトが大概入っているので、そのいちいちインストールする手間が省けるという、まあ、メリットがあります。意外と書いてくれる、いや時間ないのでちょっと端折りますが、新しいのですね。元データはですね、東急で、先に加したのはこのファスト Q ファイルで、1行目にアットマークがあってタイトルがあって、2行目にシーケンスがあって、3行目はどうでもよくて、4行目が公式になってますよ。で、4行1セットでこういうのがずら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 と続いていくよっていう感じですね。で、これが今マッピングしているところで、これ桁折れしてるんでちょっと分かりにくいんですけども、こういう配列が、元の配列のどっかに、まあ例えば何番染色体のどこからどこまで、貼り付いてますよみたいなのがこう書かれているような感じの結果が出ることになっています。だんだんなんかこいつ何言ってんだろうなみたいな感じになってきたと思うんですけど、ちょっとだけ復習すると、今マッピングってのやってて、で、例えばゲノムとかトランスクリプトに対して、ファスト Q で出てきた書いてあるようなこう自分で読んだものを貼り付けていくっていうことになってで、最初のこの辺で落としてきたのはファスト Q っていうファイル でそれマッピングするとゲノムの何番染色体とかのどこからどこまでっていう情報が書かれたサム形式っていう形式のファイルがありました。出るような、感じの処理になっていきます。で、マッピングはどうなったかっていうのは、IGV っていう、なんか可視化するソフトがありまして、これさっき、始まる前に流してたこれですね。小さいんですけど、まあ、ゲノムがこうずっとあってゲノムのこの辺の領域にこう張り付いて、でたくさん張り付くとここの山がちょっと高くなってるわけですね。でそういうのが、このサム形式っていうのを加わすこの IGV っていうビューアーに加わすと、このサム形式を読み解いて、まあ、こういうビューアーで、ああこんな感じで貼り付いたんだなと。で例えばその、遺伝子の情報も入れておくと、遺伝子のこの
ゲノムのこの辺が遺伝子で、その上にいろいろ貼り付いてるなみたいなのが、この BWA で、見られるようなことになってます。でちなみにこのムービーは後ろの方に胴体とかの使い方とか、どんな感じでマッピングする呪文を書くかみたいなのが書いてあるので、この辺りを知りたい方はこのムービーを見ていただけると、いいかと思います。でその後、まあ、どのくらい発現してるかみたいなのが、また別の、尋問をかけると、分かるとか、いうことになってますけど、ちょっと詳しくは一昨年かな、二階堂さんがやっぱり高齢講師、二階堂さんで、理研におられる方なんですけど、外部講師として2年前に話してもらってて、それも録画して、東武テレビに載ってますので、ここから見られますので、ちょっと参考にしていただけたらと思います。一応そのいろんな呪文の紹介だったんですけど、なるべくウェブでっていうことなのでウェブの話もしますけど、今ちょっとお見せしたようにこういうマシンにいろんなツールを入れて呪文を書かなきゃいけないって非常にこうハードル高いなって思われている方もいると思うんですけども、DDBJ の方でその辺をウェブサービスとしてブラウザ経由で見られる格好で、サービスをしてます。でそれがこの DDBJ リードアノテーションパイプラインってやつで、処理が時間かかるので、後でメールかなんかで結果が出ましたよってお知らせするために、ログインが求められるんですけども、とりあえず使う分にはリストっていうので、ざっくり眺めることだけはできるような格好になっているんですが、今こういうデータに対して処理をしますよとかいう感じになってまして、で他に、ここか、自分でアップロードとかもできるし、あともう既に登録されているデータだったらそれを読み込みなさいということが、できるようなことになってまして、今これをやるので、例えばちょっと触りだけお見せしますけど、そうすると、ここにいろんなツールがあって、例えば、マッピングするのに胴体っていうのを使いたいなと思ったらここをクリックすればよくて、で、ネクストってやるとこんなデータですよって、いろんな説明が出るんですけど、やると向こうにも負荷がかかるのでやらないですけれども、こんな感じで、いろんなツールが向こうで用意されていて、胴体したいとか VWA がいいなとか、いろんなツールがあるんですけど、これで NEXT とかやっていくと、それなりにマッピングされた結果みたいなのが得られて、自分で、こういうマシンとか、研究室にあるマシンとかで計算しなくても、ここからある程度のデータは得られるような仕組みになっています。でこれも確かで、
一応ざっくりとしたやり方は、このページにわーっと書いてありまして、であと、ここにやっぱり統合テレビで、こうしますこうしますみたいな、もしかしたらちょっとインターフェース変わってるかもしれないですけど、大体あの流れは一緒だと思うので、こういうのを、参考にしながらどんな感じで進む、やっていけばいいのかっていうのを、まあ、参考にしていただけたらと思います。で今発言解析あたりをちょっと説明しかけてるところなんですけど、まあ、他にいろいろ応用がありまして、チップスティックとかで、まあ、電車に視解析をやりたいとかいう要望があったりしますけれども、マッピングするところまで同じですね。でマッピングすると、サム形式っていうのが出てきて、で、それをまあ圧縮したバムで、まあ、取り扱うときもあるんですけれども、そう、これを入力にして、まあ、バインディングサイドの予測でこの MAX2 っていうような、ツールがありまして、でこれも、こんな感じでサムツールズを、まあ、相当してバムに直して MAX2 かけるみたいな呪文がここにこうちょろちょろっと、紹介、触りだけちょっと書いてあります。で、この後、まあ、いろいろ解析があるわけですけれども、それは二階堂さんがですね、やっぱり2年前にちょっと用意してくれていて、ちょっとにわかに見つけられないんですけど、この辺りにですね、二階堂さんが喋った時のレジュメが載ってまして、どんな感じで呪文をかけていって、どんな感じで可視化するかっていうのが事細かに書いてあるので、こっちをご参考にしていただけたらと思います。であとスニップ解析とかですね、SNV とかインデルとかの解析なんですけれども、やっぱりマッピングするところまでは同じで、ファストキューを入力にしてマッピングしてサムとかバイナリにしたバムっていうのを直して、まあ、その先をちょっとゴニョゴニョとやっていくと。で、一応なんかこの界隈の人では、BWA ってまた別のマッピングソフトがあるんですけど、それでマッピングして、でそのスニップどこにあるのかっていうのをサムツールで、やるっていうのがなんか割と、Google 検索とかすると結構多く見受けられたところです。で、実際にどうやってスニップコールするかっていうのは、まあ、ここにこう呪文がいろいろ書いてあるんですけど、これがゲノムですね。ゲノムの配列があって、でこれがバムで、でなんかもうオニオニオって自分をかけてやると、今度は VCF っていう形式があるんですけど、 VCF っていう形式で、配列のどこがスニップでしたよっていうのをこう書くみたいな、形式になってます。で、一応ここにちょっとリンクを貼ってあるんですけど、ここにちょっと詳しめに書いてあった感じですね。で、サムツールズは別にそのスニップ解析のソフトではなくて、で、ちょっとなんか専門の方には不満が残るところがあるのかないのかよくわかんないんですけど、また別の GATK っていうのを使われている方もそこそこいらっしゃって、でこれはそのスニップとか変異解析に特化したソフトになったので、ちょっとまあ紹介だけ、してますけれども、流れとしてはさっき言ったように、まあ、マッピングでサムとかバンも終えて、これはまあざっくり、まあ、マッピングするだけですね。で、その後その実際のインデルとか
をリマッピング、要するにそのこの解析は1インチのズレが結構こうクリティカルなので、それっぽいところを丁寧にマッピングするっていうのをまあちょっとやりまして、でその後、実際のその SNV の検出をやって、でそこが実際どういう遺伝子だったのかみたいなアノテーション情報を、くっつけるっていうのは流れになります。で、まあ、いずれにしてもこのサブガンを食わせて VCF っていう形式に、するという感じの流れでになってます。ちょっと復習すると、ちょっとしつこいようですけど、ファスト Q っていうデータがあって、で、まあ、クオリティチェックとかして OK だったらマッピングをして、で発飲料の解析だったらトランスクリプトとかゲノムにこう貼っつけて、3番の形式をやると、あ、こっちか、3番の形式を入れて、で、解析をして、で、遺伝子とかの情報をくっつけて、この、コントロールと疾患状態で両方やったときにどういう遺伝子に差があったのかっていうのを、まあ、これで見ると、そういうところはマイクロライダーと同じで、コントロールと何か別の状態のこう発現量を同じように解析をして差があったところを見て、その先に進んでいくと。で実際にその生物学的にどんななってるかとか、発現解析はどんなかっていうのはこの後、午後にうちの方がしゃべりますと。で、スニップの場合は、同じにマッピングをして、ただその1インチがクリティカルなので、まあ、場合によってはその周りを丁寧に、リマッピングをして、でその後 VCF っていう形式にして、でやっぱりその情報、いろんな遺伝子の情報をくっつけて、まあ、どの遺伝子のどのあたりにミューテーションが入ったりとかインデルが入ってるとかいうことも検出するというような流れになっています。で最後にですね、データの登録の仕方をちょっとだけ説明しますけれども、真ん中ら辺で言ったように、この NGS のデータっていうのはアメリカの NCBI とヨーロッパの EBI と、日本だと三島にあります国立遺伝学研究所の DDBJ っていうところで、受付をしています。で、まあ、せっかく、まあ、皆さん日本におられるし、まあ、日本語でやり取りできるので DDBJ に登録すればいいと思うんですけれども、まあ、いるものとしてはファスト Q ファイルですね。実際に読んだデータを、まあ、今だいたいファスト Q にだいたい吐けるようになっているので、ファスト Q で、まあ、用意していただいて、それをまあ基本的に送れば OK なんですけれども、まあ、中身はそのファスト Q とかで、実際 の, そのデータがあるわけですが、さっき検索するときにこの画面を見せたと思うんですけれども、得てしてですね、検索するとこういうのがピラッと出てきて、なんか公募のデータっていうのは分かるけど一体これ何なんだよ全然分かんねえなって検索するときは思うんですけど、登録するときはこう例えばタイトルは何ですか、どういう目的ですか、実験の内容をよろしくお願いしますとか、こうアブストラクトで作る人の何が違うんだろうとか、こう書くのめんどくさいんですが、この辺をこういろいろ一気に書いてもらえるとこうみんながハッピーになれるので、ぜひこういうメタデータっていうんですけど、このデータの説明書きですねっていうところもいろいろ書いていただけたらと思います。で、やり方に関してはやっぱりムービーがあるので、こういうところを見ていただけたら分かるような仕組みになってます。大体時間に間に合っております。
まあ、大体 NGS の話はこんな感じなんですけども、結局そのなんかいろんな呪文がたくさん出てきてさっぱり分からなかったかと思いますが、検索するときはこの図ですね。で、このスタディっていうのを選べばいいんだなっていうのを、まあ、ちょっと思っておいてください。で、あと解析するときはなんか質問しつこいぐらいのこれなんですけど、まあ、なんかリファレンスとかに貼っつけて検索をしていくんだなって、解析をしていくんだなみたいな、頭で、見ていただければと思います。その時に、どういうファイル形式を用意して、でそれがどういうファイル形式に測れるかみたいなのをちょっとこう意識しながらやると多分こううまく進めていけるかなというふうに思います。はい、では大体以上になりますが。